生日おめでとう。いやボルタ君もね、これで何歳になったんでしょうね。ボール君は、3歳になったんで、ボルタ君がそろそろ10歳ぐらいになる時ですかね。ボルタ君とね、ボール君の出会いもここでしたね。ナルト大塚スポーツパークポカリセットスタジアムで初めて出会ってから、かれこれ何年が経つんでしょうかね。もう僕とね、ボルタ君の駆け引きはですね、かなり、出来のいいものになってきたと思います。もうこれからもですね、どんどん、楽しいことをたくさんしていきたいと思いますので、ボール君をよろしくお願いします。そして、ボルタ君、ティッシュちゃん、一緒にこれからもボルティス応援頑張りましょう。